スタートです、えー、聖書一日章一の時間となりました、えー、今日はこの聖書の旧約聖書の創世記の16章です、えー。では早速創世記の16章を見ていきます。えー、創世記の16章、えー。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかったか。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、そんなをはがると言った。 サライはアブラムに行ったご存知のように主ュ主は私が子供を産めないようにしておられますどうぞ私の女奴隷のところにお入りください多分彼女によって私は子供の母になれるでしょうアブラムはサライの言うことを聞き入れたアブラムの妻サライはアブラムがカナの土地に住んでから10年後に 彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブ,アブラムに妻として与えた彼はハガルのところに入ったそして彼女は身ごもった彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになったそこでサライはアブラムに言った私に対するこの横兵さはあなたのせいです 私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました主が私とあなたの間をお,お裁きになりますようにアブラムはサライに言ったご覧あなたの女奴隷はあなたの手の中にある彼女をあなたの好きなようにしなさいそれでサライが彼女をいじめたので彼女はサライの元から逃げ去った 死の使いはあららの泉のほとり、シュルエの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女どれ、はがく。あなたはどこから来て、どこへ行く,のか行くのかと尋ねた。彼女を答えた。私の女、主人、サライのところから逃げているところです。そこで死の使いは彼女に言った。あなたの女、主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。<coughs> また、 主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った。身をあなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから彼は野生のロマのような人となり、その手はすべての人に逆らえ、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して進も そこで彼女は自分に語りかけた主の名をあなたはエル・ロイと呼んだそれはご覧なる方の後ろを私が見てなおもここにいるとはと彼女が言ったからであるそれへその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれたそれはカデシとベレデの間にあるハガルはアブラムにお毒の子を産んだアブラムはハガルが産んだそのお毒の子をイシュマエルと 名付,えー、名付けたハガルがアブラムにシュマリを生んだ時アブラムは86歳であったはい、えー、感謝いたします、えー、創世紀の16章でした、えー、この聖書の言葉をあなたの心に魂にこの聖書をあなたのもとにマサートの聖書1日一緒でしたマサ、えート、ま、の,の YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタン等よろしくお願いいたします えまた、聖書を学びたいというお友達も募集していますので、よろしくお願いいたします。次回の、えー、聖書一1日一1創世記でお会いいたしましょう。マス,アリスターとしシューガネスパッションプレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。